ルールとしましては、まず性癖を1人4つ提示します。はい。その中の3つが本当に好きな性癖なんですけれども、1つだけ、まあ、地雷の性癖が混入しております。問題提示する方は見破られないように全部好きな性癖かのようにその性癖の内容をプレゼンしていきます。はい。交互に、まあ、1個ずつプレゼンしてって、最後にお互いの好きではなさそうな性癖を言い当てて答え合わせをしていきたいと思います。はい。まずじゃあ私の好きな性癖4つから、まず触手、はあ、次は催眠、はい、次が、そういう教育が普通の世界観の学校、はい、あるある、はいはいはい、ありますよね、はい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 、次が電車でございます。電車ですね、まあ、いわゆるって感じで、はいはいはい、先に言っておきたいのは、はい、犯罪行為は現実ではもちろんダメなんで、創作ものに限りね、そう創作の話をしています。そうそうそう、私たちは、はい、アンジュさんの好きな性癖4つお願いいたします。はい、機械感、ふたなり女かける男、はい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 、首絞め、うん、メスガキです。なるほど。はい。じゃあこの中から食わず嫌いの性癖を当てていきたいと思います。メスガキ、おー、これはちょっとあんま苦手って人いないんじゃないのかって思うんですけど。あー、なるほどね。いや、もちろん好きっすね。あ、もちろん分からせが好きで、はいはいはい、うんうんうん、基本うん、女が屈服してるの見てるの好きなんですよ。なるほどね。ワンセットメスガキと、うん、だからこそその屈服している様、うん、その、うん、調子乗ったメスガキが分からされてる様わびさび感じますね、めちゃめちゃ。メスガキの中でも、うん、好きなのはそのジャンルですね、はいはい、一番買うのは大人のもの、大人の人も多いんですけど、大人のメスガキ。まあでもちょっとアンジュさんのキャラっぽいかって言われると微妙な感じしてくるなちょっと疑問。そんなキャラのやついないでしょ、屈服される女が好きそうなキャラの V シュー。それ全面には押し出さないだろうけどじゃあ催眠聞かせてもらっていいですか。そうですね、催眠っていろんなタイプあると思ってて、はいはいはい、なんか女の子がノリノリになるタイプとか、はいはいはい、まあ、されるがままになるとか、もう私の場合はアンジュさんとちょっとメスガキと似てて、はいはい、なんかかかるわけないでしょってめっちゃ言うみたいな。あー、あるある。そうそうそう、動けなくなっちゃったりするやつ。そう、はい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 、なんか復讐パターンあるじゃないですか。ありますね、いじめっ子にみたいな。そうそうそう、メスガキになんかすごいとんでもない目に遭わされて、はいはいはい、復讐で後日、まあ、アプリ見せるみたいなやつ、はいはいはい、ありますね。そっちがやっぱ好きかなっていう。まだまだ浅い気がする。あ、まだ浅い、まだ浅い気がする。たまに、いや、かかるわけないじゃんって言いながらもうその場でピラッみたいな感じのやつあるじゃないですか。ありますね、スカートめくってるみたいな、はいはい、やっぱそういうやつが好きですかね、はいはい、なるほど。ちなみに私だと途中で催眠、はい、切ってるの気づかずに普通に感じてしまっているのかなって思うんですけど、はい、じゃあ首絞め行こうかな。これもまあメジャーっすよね。メジャーですよね。二次三次だと特によく聞く。あ、そうなんだ。え、なんか好きですって公言してる人多くないですか、うん、首絞め、うんうんうん、スカヤさんとか。あ、そうそう、とかフレンさんとか。え、フレンさん行ったんだ。あの首絞め二次三次で検索したら出てきたんですけど何その検索履歴でもなんかどっちかっていうとこれ二次元より三次元でよく見る気がするんですけど。私も二次元オンリーですね。ねえ、三次元は本当にもう最近触れてなくて。これももちろんまとめみたいなのがあって、これもでもピンキリで軽いものから、うん、もうめっちゃゴキゴキに、もう死ぬやろこれっていう、死んだかみたいな。ありますよね。割とどこまでもいけます。あ、うん、マジか。そう、支配されてる感じがやっぱ好きだなって、うんうん、あー、でもメスガキ好きならこれもコンボでいけるかも。まあ、でもあんまりグロまでいくとダメなんです、ね、うん、え、うっ血とかはどうですか。そこまでいくとどうだろう、大丈夫ってなっちゃうかもしれないどうしようかな、ちょっとニッチなとこ行ってみるか機械感どれだろうと思った機械感アレルギー出ちゃったいいだろ機械感あ、そうですよね、好きなんですもんね。やっぱ機械感も催眠にちょっと似てるところもあるかな。やっぱこう、だいたいこういうのも動けないんですよ。うんうん、動けない中、うんうん、もういいようにされてしまうっていうか、もう止めてくれないであったりとか、とにかくもう女性がもう抗えない状況なんですよ、だいたい。そっちか、ロボ女みたいなのが対象かと思ってたら、機械にやられるのか。やられる側っす、ね、なるほどね。今日はこの機械を試すためにやってもらうよって言ってやってもらうやつだったりとか、うん、そうそうそう。あ、機械感好きだな。これ
長い気がする。長い、私も結構昔幼少期ぐらいに見て、はい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 、私が幼少期っていうと兄の趣味が透けてしまうのであんまり見ないんですけど今でもやっぱり、うん、あ、いいなって思うと買いますね。 OK です。食種、うん、食種聞きたい。食種は都合のいい生き物だと思うんですよ。まあまあエロに内蔵された、やっぱ作画とかも人何人も描くよりも、うん、多分お手軽だと思うんですよね。あ、はい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 、世界観とかもまあ食種のやることならみたいな感じで見逃されると思うんですよ。まあまあ、うん、どこにでも現れられますしね。そう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 、現代でもファンタジーでも。これずるいかもなんだけど産卵は NG。 あ、いやでも私も産卵ねそんな好きじゃないです、うん、産卵出産、うん、ちなみに触手もなんかいろいろあるじゃないですか形状、うん、なんかあ確かに確かに、なんか触手のたまり場みたいな四方八方のやつが好きですね、はいはい、あーなるほどなるほど、よくエロ RPG のバッドエンドに使われる場所が好きかな。触手、はいはい、の服とかどうなんですか。触手、うん、の服なんか呪われた装備みたいな感じで、え、それ知らないですね私。なんか着てる服、なんか鎧みたいなのから触手がわーって出てきてみたいな。いや、あるんですよ、ジャンルとしてありますよ。触手服で出ると思うんですよ。いや、触手服はちょっと今馴染みがないからかもしれないけど、そんなに違うかな。触手服いけます。あ、好きですね。なんかそれのまとめ本買ったことあります。ガチじゃないですか。触手でも一言じゃ言い表せないぐらい、うん、ま、細分化していってる気もするんで。私最近、うん、あのちゃん初めてちゃんと風の谷のナウシカ見たんですけど、はい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 、触手やんって思っちゃいましたね。エッチじゃないから大丈夫です。エッチじゃないから大丈夫、エッチじゃないから大丈夫です。でも多分エッチなのもあると思います。何は。そういう教育が普通の世界観の学校について聞かせてもらっていいですか。いや、これなんかジャンル名欲しいですよね。そうっすね。よくあるし。そうっすね。うん、まあ、まず、私って初めて目にしたエロイラストがこれなんですよ。そう、変わってる。そうなんすか。まあ、なんかやっぱ鳥って最初に目に入ったもの親って認識するじゃないですか。これが親ってことですか。これが親か。なんか幼少期の刷り込みやっぱでかいと思うんですよ。ああ、いや、まあでもそれはそうかもな。あ、そう、うんうん、専門のなんかエロサイトがあって。はい、迷い込んだんですね。迷い込んじゃって、はいはい、でもそこでやっぱ目覚めがあったので、はいはいはい、まあそりゃ好きになりますよねっていう思い出の作品でもある。そうなんですよ。ちょっと納得しちゃう。うまいな。え、どっちなんだろう。電車はよりファンタジーに近い方が好きで。あー、現実に即してないっていう。電車、この車両一度名を上げていきますみたいな。はいはいはい。うわ、逆だわ。ちょっと待って。逆、ちゃんとしっかり痴漢してる方が好き。スタートはそこから始まってほしいかも。やっぱあ、そうですね。スタートはもちろんそこから、うんうん、あ、いや別に最初から名を上げててもいいかも。なんかこれもうバレるでしょっていう限度超えてるでしょってやつあるじゃないですか。ありますあります。あれでいい、あれがいい。あの、はいはいはい、たまに途中からどっか行くパターンないですか。あ、あります。あの公衆トイレにとかホテルにとか、ね、トイレとかホテルとか、あれ、はいはい、無理です。そこはファンタジーとして見てるからさ、こっちはって。確かに確かに。うん、うちそこ。じゃあまあ電車はこんぐらいで大丈夫ですか。ちなみにあの対象っていうか、そのされてる側って、うん、あ、何でもいいですね割と。弱気な子だったりとか、まあ、弱気でも強気でも別に何でもいいです。じゃあノリノリかどうかはどっちがいいんですか。最初ノリノリはダメです。あ、それだけは勘弁してください。白か、二成女かける男いきましょう。これ好きなんすよ。あ、ただ検索が本当にどうしていいか分かんない。まあ確かにね。ですよね。これ女性攻めというわけではないので、 M 男子のを探せばいいわけじゃないんですよ。だからすごい難しいんですけど、でもこれは男性がされてるのすげえ好きなんですよ。なんならその、うん、全然男男した男性が二成女、うんうんうん、だから例えば気軽に口説いた相手が二成のこの女性で、はい、で、はいはい、そのそうそう、なんならちょっと一発やってやろうぐらいの悪い考えだったのが逆にされてしまうっていうのがすごい好きなんですよね。そんなつもりなかったみたいなパターンが割と好きです。ふたなり結構無理なんですよ私。あ、そうなんすか。例えば読んでるうちに女がふたなりだったってことが判明したら、はいはい、いやってなっちゃうかも。地雷弾、地雷弾。そうそうそう。ふたなりっていうと形状にもいろいろみんなこだわりがあったりするんですけど、これあり、うん、これなしみたいな、このパーツがあり、うんうん、割とどれでもいける。むずよし、じゃあ、はい、私から言っていきますね。はい、迷ったけどメスガキでいこうかな。
はい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 、アンジュさんが一個趣旨がブレてたような気もするんですよね。私も迷ったんですが、催眠で行こう、うんうん、でも催眠嫌いなやついるか、いや、うん、でも催眠で OK です。じゃあお互いに呼んでいきます。はい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 、うん、じゃあアンジュさんからどうぞ。大好物です。入りました。やったー、え、マジ、え、嬉しいっす、やったー。いや、やっぱちょっと浅い気がしたんすよ。いや、ま、無理だったー。タイミングはね、はい、私ちょっと甘え嫌いで、やっぱ甘えじゃないっすよ、タイミングは。タイミングは甘え、甘えじゃないっすよ。いいように動くのがいいっすよ。意思とは裏腹に動けなかったりとか、こんなことしたくないのにしてしまうとか、もう周知もあれば、なんかいろんなものそれ一つでできるんですよね、うん、無限大。なんか催眠は逆になんかこんなもん世の中にあるわけないからダメじゃん、なんで、なんで、ね、第二候補言っていいですか、はい、あ、いいですよ。首絞め参りました。そうです、かわいそうじゃん、かわいそうだよ。ちょっとの LINE でもダメっていうことね。うん、なんか怖いって思っちゃいますね、なんか飛ばしちゃう。首絞めだったか。